フランスにおけるバロアの一バロアはフランスの自然区分上の地方名。現在のオワーズ県とエーヌ県をまたいでいる。バロアはオワーズ県の南東部とそこと接するエーヌ県の一部を含む。北はソワソネ、東はシャンパーニュ、南はブリートイルドフランス、西はボーベジと接している。最初はベズが中心地だったが中世から アンシャンレジーム終わりまではクレピーイコールアンバロワが中心となった。その他の主要なコミューンはラフェルトミヨン、ビレールコトレ、サンリス、コンピエーニュである。メロビング町時代のラテン語名ペイグス・バデンシスがカロリング町時代のナベリナにつながっている。カロリング町後、初めてバロワのカウンティが登場する。このカウンティは世襲制であった。カペイ町初期に ベクサン伯領と統合され、1077年に、カペー朝の冒険、ベルマンドはガクレピーイコールアンバロアを本拠地とした。1214年、フィリップ二世がバロアを王領に加えた。バロア伯領は、中世に報道であり、1284年には、フィリップ三世が、バロア伯の称号と共に領地を、末息子のシャルル王子に与えた。シャルル王子が、バロア家の初代である。 1328年、フィリップ6世はバロア家から初めてフランス王となった。この家系は1589年にアンリ3世が死去するまで続いた。王家はバロアの称号をバロア・オルレアン家に継承させた。バロアは王室の一員のための広告であった。1630年、ルイ13世はバロア公を王帝のオルレアン公ガストンドフランスに与えた。 ガストンには成人した男子がなかったため、バロアはやがて王領に戻った。1661年、ルイ14世はバロアを王帝、フィリップとフランスへ与えた。彼の子孫がフランス革命までバロア公の称号を継承した。ありがとうございます。